レピピチャンネル、レピちゃん、こんにちは、まほです。今日は15分で何体コーデが組めるのかっていうのをやっていきたいと思います。服を組むことは好きなので結構組めるかなって思っています。自信はあります。頑張ります。では制限時間15分でいきます。よーい、スタート。意外と難しい。帽子から決めるんだ。すごい。買いたかったので置きました。でもポイントっていうか、好きなように組んでます。冬はブラウン系を着たいです。終了。はい、このコーデのポイントはまずブラウンのフォアアウターが主役のコーデなんですけど、ボトムでゼブラ柄のラインだったりとかオレンジ色の文字とかで派手な感じを入れてみたのがポイントです。このコーデのポイントはカーキ、カーキみたいな感じで合わせました。ちなみに爪もカーキです。2つのリボンを一緒にリボン結びしたところもポイントです。カウガラのボトムもポイントになって可愛いなと思いました。このコーデのポイントはゼブラの帽子が一番お気に入りなんですけど、あと前だけで見たらちょっとシンプルなんですけど、後ろ向いたら背中に蝶々がいて、そのポイントかなと思います。チャイナトップスになっていていいと思います。このバッグは2つでつけてもいいし1つでもいいと思うんですけど、あと斜め掛けとかもできていいと思います。やっぱこのコーデのポイントはニュースペーパー柄のシャツにレザーのショートパンツを合わせてみて、ゴールドのネックレスで少しだけロックに仕上げてみました。でもニット帽をかぶってみたりして少しだけ外したりもしてみました。コーデのポイントは全体的にモノトーンのコーデなんですけど、私はアニマル柄を着たいと思っているのでこの2つはすぐ選びました。ボトムスのこのイエローの部分とこの後ろのロゴが一緒の色で合わせてみました。首にもつけれるネックレスになってます。このコーデはシンプルなコーデなので地元でも着れる感じのコーデだと思います。黄色で書いてある文字はハートにも書いてあります。この靴下は伸ばしても使えるし曲げても使える 2way の靴下なので便利です。アクセは端色にしたかったので取り入れていました。はい、15分で何体組めるかっていうことだったんですけど、私は6体組みました。もっと組めるかなと思ってたので次するときはもっと組みたいと思います。今日着た服はこれから発売していく予定なので皆さんぜひチェックしてみてください。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。よかったらコメントも書いてください。バイバーイ。